山田寺は、岐阜県各務原市祖原寺島町にある、臨済宗明真珠派の寺院で、3号は、造光山。創建は、飛鳥時代白宝紀に遡る岐阜県でも、有数の歴史を有する寺院である。伝承によれば、蘇我倉の山田石川のマロが、大火5年に創建したと伝わるが、具体的に石川のマロと山田寺を結びつける文物はなく、実際には、 人身の乱で功を成した、鏡軍大量の鏡氏や村国氏が創建に関わったと推定されている。当地の名刹として、長年にわたり繁栄していたが、永禄7年に、織田信長が岐阜に侵攻した際に焼き払われ、廃絶したと伝わる。創建時の仮乱は党を有する壮大なものであった。党の真相とそこに収められたシ利を収めた壺が、現在まで残っており、 山田寺等新総雨おけ道古不東新祖の名称で国の重要文化財となっている。また、かつての地域からは河原などが見つかっており、元山田寺跡及び祖籍として県史跡に指定されているほか、出土した山田寺市備河原は、各ヶ原市の文化財となっている。現在の山田寺は、麦郡に住む高傑八次郎江門のが発言して建立した掃除案を乱章とし、 美濃軍代の青木安清の許可を得て、原文2年に越前国松岡炎上寺の女避禅寺を解散として、迎えて古代の名跡を受け継いだものである。ありがとうございます。